死ぬ気でやればね、必ずできるよ。思う力なんだよ。俺とみんなが、俺とラジオを聴いてるみんなが、俺と長渕剛のファンが、これ死ぬ気でやれば必ずできます。思う力、これ大事です。来年2004年僕は8月21日に、ふるさと、いつも見続けてきた活火山であるエネルギーの象徴、生きる象徴であります桜島のふもとに立ちます。そしてオールナイトライブを決行します。そこには確実に7万人を、決起集会、これをやります。絶対できます。僕はね、できればね、まあこれ理想だよ、理想はね、本当はね、いろんなタイアップとかさ、パッケージツアーとかあるじゃない、あんまりそれ考えないでほしいっていうのはね、スタッフに言ったんだけども、できればな、本当は一人一人が主役になるために期待に汗流して、まず自力でそこまでたどり着くこと、僕はね主役たちへそう言いたいのよ。だからこそこのコンサート会場も整地された場所はあえて僕はノーだった。まだ誰も使ってない未開の地を選んでね、県や国土交通省に協力を要請して整地するところから作業は始まってるんです。これはねスタッフにとっても慣れないね、交渉相手とのね本当に複雑な手続きのね連続を意味してることだしね、これは本当に大変なことです。だからこそそのコンサートはね、誰にとっても日頃使っていない頭脳やね、知恵や筋肉の集大成になります。日常が非日常になる瞬間なんですから。なぜだろう、僕ね何年も前からね絵を描いてたんだな、絵を、絵っていう絵を、墨絵、それがね真っ赤な絵の具で桜島の輪郭をね描いたのよ。これはもう僕自身のね生涯現役であり続けるためのね情熱の証だったり、命の証に見えた。何枚も何枚もね桜島を描いても色はですね赤なんです。水をほとんど使わない、絵の具をそのままガーッとその中に垂らして塗りたくる、何回も何回も何日も何日もかけて、これはね長渕剛の中では血液の色なんです。真っ赤な血液の色なんです。そういう大きな大きな絵を何枚も僕描いてたらね、ふとね、ああそうだ桜島だと思ったわけ。桜島があったじゃないかと思ったわけ。僕それで生きようと思ったよ、うん、これは多分ね俺を産んでくれたおふくろがね、あるいは死んでしまったおふくろ、もはや死んでしまったおふくろ、あるいは親父が倒れたこともきっかけだったと思うんだけど、でも今はねこのコンサートは 100% できる確信がある。これできるんだよ、やれば必ずできます。10代の時に描いた夢は絶対に叶うんです。要はどれだけその本人が思う力が大きいか小さいかの問題です。死ぬ気でやれば必ずできる。僕ら東京でね生きてるとね、本当にねマイナス要因からねものを考えていくことが多いよ。これをやろう、あれをやりたいと思う時にね、何かこうクリエイティブな部分からそれは無理だとか難しいとか言ってカットされちゃう、そういうことが何回も何回もあった。悔しい思いもしてきた、歯がゆい思いもしてきた。マイナス要因からの発想が多すぎる。そうじゃなくてね、やる、いや絶対にやるんだっていうところから出発すればいいんだよ。これ何でもそうです。一つのことをやるときに、あとはその思いがどれだけ強いかどうか、情熱がどれだけあるかどうか、絶対揺るぎない自信と情熱があったらね、向こうからやってきます。神様は向こうから微笑むんだから、神様に一歩近づいたらね、みんなよく聞いといて、自分が神様にね、自分が神様の方へ一歩近づいたら神様は二歩近づいてくるよ。自分が二歩歩いたらね、神様は四歩近づいてくるんだから。だけどね、自分が神様に対してね一歩退いたら神様は二歩逃げてしまう、そういうことなんだ。
あとはね、自分がそこに向かって走っていけるかどうかだけでしょう。これは孤独ですよ。最後はみんなスタッフの力を借りなきゃいけない。一人じゃ何にもできない。だけど立つのは僕です。怖いです。不安もたくさん。だけどやります。やれるんです。みんながいる。みんなも思ってほしいんだよ。この思う力の集大成を来年の2004年8月21日に炸裂させたいんです。俺は倒れるよ、はっきり言って。もう倒れる覚悟で行きますからね。ですから俺にとっては生命力あふれる桜島のふもとでですね、自分の生命力と一丁戦ってみようか、おい、ヘイメンって感じなんで、Take it easy って言いながら、本当は Take it easy じゃない。だけど Take it easy、わかるかな、だいたいほら、こういう大それたことをやるのが命がけのお祭りでしょ。みんな、どう思う？お祭り多いじゃない。お祭り大好きじゃない、日本人。みこし担ぐの大好きじゃない。みこし担ぐには肩も鍛えなきゃいかんよ。みこしだこができるよね。若い衆、ね、それから老いた衆も含めて、わっしょいわっしょい、女どもは、おにぎり作ってね、その血湧き肉たぎる男どものみこし魂にね、後ろからそっと援護射撃をしてくれる。この構図っていうのはね、昔から変わらない。これ生命力との勝負なんですね。このやっぱり本当に命がけのね、やっぱりお祭りっていうのをね、やっぱりやらなきゃいかんなと。音楽の世界でもそういうふうに僕は思うよ。それにはね、参加してくれる神輿を参加して神輿を担ぐみんなも必要だし、担がれる俺もそれに、担がれるべくね、人格がなければいけないし、ここはもうこれからの勝負ですよ。まあ楽しみだよね。みんなね、どんな風になるかね、2004年の8月の21日この日、あの会場でね、僕らはね、感動という大きなね球体に絶対にこれ包まれるはずなんです。なんかね、ほうぼーっとそれがね、感動という球体の中にね、7万人がねとこう空へね浮上していく、あの感じ、その瞬間のために俺は体も鍛える、生体も鍛える。それはまともに7万人のエネルギーをね受け止めなきゃいけないんだから、これ有言実行ですよ。言った以上はやりますよ。もし歌いきれなかったら僕ははっきり言います。僕は歌をやめます。僕の人生終わりですよ。それは僕の人生をかけた勝負でもあるわけ。そして桜島に集まる7万人のそれぞれの人たちもそこで勝負を取ってほしい。そして共に歌い切った暁には島から太陽が昇るよ。何色？もちろん黄金の太陽が昇るよ。俺たちの太陽が錦江湾を照らします。俺たちの頭上にそれが昇るだろう。歌い切り倒れるまで、倒れるまでですよ。心の中の何かを叫び続けるんです。一緒にです。共に汗をかき続けるんです。自然の大地から昇ってくるんです。太陽の光を浴びたいね、わかるかな。いよいよ決行されます。来年の8月の21日桜島オンナイトです。いい？みんな日本の男衆が命をかける祭りに参加してほしいんだよ。ラジオを聞いてる大いなる田舎者どもよ、てめえらだよ。いいか、愛するリスナーたちよ、悩める若者たちよ、青春を置き忘れた中年どもよ、夕焼けに涙する高齢者たちよ、これ僕の遺言。みんな男衆が命をかける祭りに参加してちょうだい。来年の8月21日桜島オンナイト日本じゃなくてオンナイトライブは決行されますからね、よろしくお願いしますよ。